皆さんこんにちは、ここだけ青森佐藤由紀子です。今日はここ青函メモリアル線八甲田丸からご案内いたします。八甲田丸は日本の経済発展に大きく貢献してきた青函連絡船の中でも現役期間が一番長かった船なんですよ。黄色と白の船体が目につきます。空の青色と合わさるとより素敵です。あら、ベンさん、ベンさん、なんでここにいるの？僕はよくここで講座を開催しますよ。This is my second home。 ベンさん、来日した理由は？ジェットプログラムで来ました。そうなんだ。もうどれくらいになるの？3年になるところですよ。すごいね。あっという間ですが。あっという間のリンゴだね。そうですね、青森名物。青森といえばリンゴですね。そうですね。佐藤さんは好きですか、リンゴ？好きです。あ、いろんな種類あるしね。そうですね、青森はリンゴ豊富。ご飯とかどうしてるんですか？なんか買い物したりとか？でもやっぱりたくさん外食もします、うん、特に回転寿司好きなんですので週1回くらいは本当に行きます。そうなんだ。常連さんですね。常連さんです。何皿ぐらい食べるんですか？私そんなに食べることができないので。そうなんだ。そう、割と8皿は限界かもしれません。すごい。寿司が、全部サーモンですね。サーモン大好き。大好き。はいはい。青森に来て大変だったことはありますか？いろんな人にその雪のことをちょっと注意されましたが、でも本当に今年は本格的な冬を体験できて、みんなの言うことは本当でした。青森すごかったですもんね。そうですね、大雪、大雪って感じ。床屋さんとかはどうしてるんですか？もちろんと最初はちょっと写真を見せました、携帯で。こういう風に Please とか、お願いしたんですけれども、はい、なんとかなりました。そうなんですね、はい。床屋さんの人は少し英語を話せるんですか？すごく、上手です。なので、ちょっと Language Class っていう感じです。津軽弁を学ぶことができて、はい、でその方はやっぱりちょっと英語をちょっと教えます。はい、地元の人とも交流ね、深めることもできるし、うんうんうん、そうそう、すごくいいと思う。いろんな情報もね、知ることができて、そう、やっぱりここしかできないって感じが、うん、